あれとかこれとかあいつとかはっきり言えよ。よし、時計屋の前に集合しよう。何事もなかったかのようにこっちに戻ってきた。よーし、行くよ。プリズンブレイカーの行方がものすごく気になるんだけど、あれは結局消えてしまったということなんだよね。お、なんか動いてないあれ。何あれ。あ、竜巻じゃねあれ。お、ほら。え、何たた、え妖怪なのこれ。カラカサお化けたちが現れた。え、ぶつかっちゃったって思ったらなんかカラカサお化け出てきたんですけど。カラカサ先輩やん。勝利。なるほどね。トルネードに入っても吹き飛ばされるわけじゃないのか。え、竜巻消えた。マジで？へえ。妖怪を倒せば、一応竜巻は消えるらしい。また一つなんか謎が解けてしまった。ん？あっち側？イーストカシュー地区か。よし、時計屋。時計屋前に集合。あ、待って、ここに。お邪魔道を手に入れた。よし。マック、来たよ、マック。よし、来たな。秘密の場所へ案内してやるよ。何、秘密の場所。秘密の場所にゃん？面白そうにゃん。しちゃんとついてこいよ。オッケー、オッケー、つい。え、ちょっと待って。え、そこ？あ、びっくりした。そこかと思ったよ。ね、遅いよ、マック、早く。たまに抜かしそうになるよ、早く。ん？なんか私だけ自転車で移動しよるのずるくない？乗せてやれよとかそういう感じが。お、走り出した。階段があったけんか。こっちの方がいいかな。うん。ちょうどいいぐらいのスピードで。どこどこ？え、めっちゃ山ん中入ってくけど大丈夫っすか？暗っ。でも男の子こういうの絶対ウキウキするよね。秘密基地。だって女の私でも秘密基地とか好きやったもん、昔。なんか学校の運動場の隅とかに秘密基地作ってさ、ごめん勝手に行きよった。しっかりついてこいよ。え、ついてきたけど。え、なに？この先？入っていいのね。またかい。おや、また会ったね。今度は何してるんだい？ただの散歩だ。怪しいな。僕の考えではひょっとして。まるだ。今はそんな話をしている場合じゃないでしょ。あいつに見つかったりでもしたら、この子たちを巻き込む可能性だって。誰？何？はっはっは。心配しすぎだよ。何も知らない子供を巻き込むほど、あいつだってバカじゃないだろう。この少年たちがあれについて知っているなら話は別だが。あれを知ってるわけないでしょ。今回のこれは遊びじゃないのよ。あれとかこれとかあいつとかはっきり言えよ。さっきからあれだのこれだの、何のことかわけわからんなおいす。わけわからんなおいす。言いにくいわ。さっぱりだね。行きましょう。とにかく、私は先に行くわよ。じゃあね、坊やたち。おぉ。すっと両脇に避ける感じ。やれやれ、仕方ないな。おーい、待ってくれよ。全然慌ててないやん。行っちゃったにゃんね。よくわからねえけど、バレずに済んでよかったぜ。まだそんなに離れてないから聞こえるよ。そういえばさっき散歩って言ってたけど、おい、こっから先のことは誰にも見つかったらダメなんだ。特に大人には絶対言うなよ。あ、わかった。なになに？ウキウキ。めっちゃ気になるやん。はよはよ。はよはよ。めっちゃ進んでいくね。なに？迷子にならない私。大丈夫っすか？お、あそこ？秘密基地。いいね、いいね。こんなわかりやすくあってバレてないもんなん？どうだ？これってもしかして、輝いてる。お、秘密基地だ。前に探検した時に偶然ここを見つけてさ、あ、使ったわけじゃないんや。ボロボロだったこの小屋を一人で修理したんだ。あ、一応修理はしたんやね。ここまで完成させるのは大変だったんだぜ。いいね、いいね。すごい、すごいよ、マック。このことは誰にも言うんじゃねえぞ。男同士の約束だ。あ、すぐそこ川なんや。わかった。
絶対誰にも言わないよ。そういえば、ケイタのおじいちゃんも似たようなの作ってたんやんね。ですね。男の子というものは、いつの時代も秘密基地に憧れるものなのですよ。よし、それじゃあ仲間案内してやるから来いよ。案内って言うほど広くなくない？ああ、でもなんかいいね。ウキウキするね。マックの秘密基地に入ろう。おー、いいね、いいね。でも暗いな。どうだ？いろんなものがあるんだね。こっちの綺麗な瓶は川で手に入れたんだ。この樽は捨てられてるのをここまで運んできたんだぜ。じゃあこの白いのは？そいつは蛇の抜け殻さ。蛇？秘密基地の先にある森で見つけたんだ。けどお前に見せたいのはこれだけじゃないぜ。もっと最高な計画を考えてるんだ。何何？まだあるんだ。次は何を見せてくれるの？まあ待てって。外の川のとこに来いよ。いいね、もうウキウキしよるね、みんな。外の川を飛び降りれた。なになになに？ケイタ、ここで何をするかわかるか？あ、わかった。魚釣りだ。サバイバルやね。ちっちっち。そうじゃないんだな。ここは船着き場だ。船？え？でも船がないよ。だから作るんだよ、俺たちの手で。マジか。でもどうやって作るの？そこが問題なんだよな。俺も作ったことはないし。マジか。港の漁師さんとかに教えてもらうとか、そんな本格的な船？ダメだ。それじゃあ大人たちにここのことがバレちまうだろ？あ、そっか。ただ、そうだな。アイディアは悪くないか。確かノースピスタ地区にボートショップがあったな。そこで調べてみるか。調べる？船の構造をってこと？ボートショップで船の作り方を調べよう。こんなとこまで来て帰るのが大変だな。あ、こっちの上の方なんや。とりあえず、マップを切り替えたら、まずは妖怪を探してみよう。ちょっとそういう習慣をつけた方がよろしいかもね。特に何もない。でもまあ歩きよってさ、何の気なしに妖怪を見つけるっていうのも面白いんやけどね。よし、間違えた。地図。妖怪、あ、なんかおる。あそこに何かおるよ。よし。さあ、ボートショップに行く前にあっちを。ウォンテッド妖怪かな？ウォンテッド妖怪おりすぎじゃね？ま、でもそんなもんか。ウォンテッドされとんやもんね。意味がわからんね。ウォンテッドされとんやもんねえじゃねえわな。あっちの一番端っこの方やったっけ？どこだどこだ？もう妖怪もこんなさ、チャリで追いかけられるとか怖いよね。どの辺おったっけ？ちょ、もう一回場所を確認。あ、ボートショップのすぐ近くや。ちょ、待って。はい。待ってね。はい、行け行け。ほらほらほら。ちょっとずつ移動しよる。ん？どれだどれだ？あれ？この辺。ねえ、これ。これ見つけちゃったんだけど。ケイタくん、あれプリズンブレイカーじゃないですか。え、おったわ。普通におったわ。行きますよ、ケイタくん。絶対に捕まえてやりましょう。え、どこ行ったよ、プリズンブレイカー。え、いやいや、早くね。ちょ、え、早いって。え、やっぱりあれだよ。逃げたって他の地区に行ったってことでしょ。ごめんね、今はちょっと。あ、横断歩道渡らなかったらとりあえずププーとも言わんのや。じゃあ大丈夫やね。ほらほらほら、プリズンブレイカー逃走中。ほら、ちょっとサウスモンド地区行きそう。え、なに、誰？え、誰、なに？いやいやいや、ピエロタイムじゃないんだけど。何事？誰お前。いや、あの、プリズンブレイクがすぐ近くにいるんですけど。ピエロから逃げてゴールを目指せ、何それ。何が起きたの？なんかヤバそうなやつに出会っちゃったにゃん。プ
リズムブレイカーまであと一歩だったのに。とにかくここは逃げましょう。早く、ハリアップ。え？何？どこに行くの？何何何？え？無知でしばかれましたけど。え？え？何事？うわ、見せ物にされる私。怖い怖い怖い、なんか狂気じみてるよ。罰ゲーム、いや、ありですか。うひひーじゃねえんだけど。マジで。え、踏んだり蹴ったりなんですけど、ちょっと誰か助けてー。誰か助けてー。マジかよ。なんなのこれ。なんかこの畳みかけてくる感じさ。いやー、笑ってはいけないの罰ゲームじゃないんやからさ。ゾンビナイト来たー。さあ、鐘を鳴らそう。頑張るしか。もうすべてを諦めたよ、私は。はい。よ、また来てしまったか。今から行くからちょっとそこで待ってろ。フランシー博士、お久しぶり。何、この空間でしかあなたはいないの？ちょうど君に来てほしいと思ってたよ。俺は早く帰りたいけど。ほんとそれね。まあそう言うな。私は君の活躍を見て確信したんだ。君がこのゾンビナイトを終わらせる救世主だってな。終わらせることができるの？ゾンビナイトを終わらせる？そう。可能性はゼロじゃないんだ。この忌々しいゾンビナイトを終わらせる可能性が。市役所の鐘を知っているか？ああ、見たよ見たよ。あの大きな鐘だよね。そう。実はあの鐘は、巨大な夜明けの鐘なんだ。あの大きさの鐘なら、街全体のゾンビを浄化できるかもしれない。じゃあ早く鳴らしに行こうよ。もちろんそうしたいのはやめやまだが、市役所は強力なゾンビたちが次々と集まっているんだ。まるで夜明けの鐘を鳴らされるのを阻止するかのようにな。今の君では全く太刀打ちできないだろう。俺が戦う前提なんだ。そうよ、もっとなんかちょっといろんな人動員できんの？そこでまずは装備を整える必要がある。そのためにセントピーナッツバーグの各施設を攻略し、物資を回収していくんだ。ほら、回収した物資を保管するためにこんなものを用意した。何何？それは？これはアイテムボックスだ。アイテムボックスにはバックパックに入りきらないアイテムを保管できるぞ。保管は48個まで。ただし、アイテムボックスにいられるアイテムは48個までだ。さらにアイテムボックスに保管したら、探索中には使用できない。注意しろよ。アイテムボックスをうまく活用して、バックパックに空きを作っておけよ。え、それはわざわざ家に帰ってこなければいけないの？よし。それじゃあ私は周辺の実地調査に向かう。君はピジョン郵便に向かってくれ。この前みたいにトランシーバーでサポートしてやるからな。この前サポートしてくれてました？なんかお菓子作りの話とかしてたけど。それでは頼んだぞ。ね。こんな大変な時に乙女な部分出されても困るんだよね。ゴー！目標が追加されました。危険度 E。目的地はピジョン郵便、エリアサウスモンド地区。報酬は大経験値玉。はぁ、頑張ろ。頑張りまーす。いいぞ。ああ、行くしかない。一度解放した施設はいつか、待って待って待って、何何何？どういうことどういうこと？やめてよ。ちょ、今ヘロヘロなの。今超ヘロヘロなの。ちょ、やめろしてめえら。ほらほら。はぁ。あのさ、自宅を出た途端にああいう感じでいるのはどうかと思うんだけど。ちょっと待って、しかもさ、体力がないんだ。HP を少し回復。本当に少しだな。びっくりするぐらい少しなんだけど。マジで？ちょっと待ってね。ピジョン郵便。ピジョン郵便ね。はいはい。はいはいってなるか。てや。後ろからやったら一発？ナイスヒット、調子がいいな。ありがとう。ありがたくないけど。あれだ、郵便局。よし。やっぱりあれはね、目的地周辺にはいっぱいおるね。危険だわー。危
険すぎるわ。さあ、背後から近寄るよ。近寄れるか？あー、振り向かれる。振り向かれてる。ちょ、待ってね。どの辺？あー、危険。危険だよ。はい。あ、なに？寄ってくるよ。やられた。やられたよ。食われるよ、ケータ。食われてるだろ、それ。なんてことだよ。家からの出発かよ、また。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。